アンリアルライフ。はい、ソニザー氏です。今回ですね、Twitch で配信されましたアンリアルライフというゲームを遊んでいきたいと思います。で、この話なんですけども、少女がですね、記憶喪失になりまして、信号機の AI と一緒にね、記憶探しの旅に出るという話です。はい。で、ですね、マニュアルセーブとか海が見える部屋とかっていう過去のセーブデータがあるんですけど、1時間ぐらいやってデータが飛んで、今に至ってます、録画データがね。なんで、まあちょっと、序盤分かってながらやるっていうので、もうちょっとね、話しやすくお届けできたらなというところです。では、初めからやります。じゃあ、お話の続きの、次はまた明日ねと。うん、それじゃあ、また明日。アンリアルライフ。はい。ね、いいよね、これ。この、ニーヤっぽい感じというか、プログラムっぽい感じ。で、主人公がさっきのハルという名前ですね。はい、OK です。チェンジ、ランゲージ、成功。電解強度を確認中。人体通信を開始。保護システムを起動。はい、成功。対話を開始します。応答願います。大丈夫ですか？高性能 AI 信号機の195と申します。今、あなたの脳内に直接会話情報を送信しています。あなたの名前は何ですか？思い出せますか？はい。で、ドット調のゲームですね。雰囲気とストーリーがすごく素晴らしいので、どんどん進めていけたらなというところですね。はい。ハルという名前です。身体的な損傷はないようですね。救護はあなたを保護者のもとへ送る義務があるのですが、住所か連絡先はわかりますか？覚えてない。何も。では、先ほどここを通った時に倒れてしまったことも覚えていませんか？ご安心ください。195があなたを完璧にサポートいたします。195のログをもとにあなたが来た方向を表示しました。こちらへお進みください。というわけで、始まりましたね。基本的に 2D で動くゲームになります。右、すみません。ガイドを出す方向を間違えました。どっちに行けばいい？プログラムを修正しました。今度は間違えません。こちらのガイドに従ってください。はい。はい、戻ってきました。結構この信号機195なんですけど、結構ポンコツでね。こうやって間違えることがあるんですね。そういうのも憎めないやつというか。はい。で、電柱。はい。木何の木かな？この木何の木。はい。お？何か落ちてる。先生のお話の中で、青い靴の女の子のお話が一番好きだなと。そうね、私もお気に入りなの。こんなの。いつかね、この世界から抜け出されたらいいのにって、時々そう思ってしまうの。この世界から抜け出す？いや。頭が割れそう。痛い。脳波を解析中、映像を発見、ノイズキャンセリング中。解析完了。脳波が乱れていて、解析に時間がかかりました。解析の結果、一つの映像が流れ込んできました。今表示します。はい。ここは今いる場所のようですが、少し違いますね。これは過去の映像と思われます。誰か映っているようですが、これは先生、お知り合いですか？この映像は一体？はい。A ボタンを押すと、そうですね。青い靴を触れたときに、その時のね、過去の映像がね、この子が見ているという感じですね。先生はどこ？落ち着いてください。先生とあなたに一体どんな関係があるのですか？わかんない。でも先生に会えないと困るの。そう言われましても、195の役目はあなたを保護者のもとへ送ることです。先生のもとへ送ることはできませんよ。先生に会えないの？じゃあ私一人で探す。それは困ります。あなたの安全を確保する。でも、あなたにはできないでしょ？できます。195は高性能 AI ですので。本当です。先生のところまで完璧にご案内してみせます。じゃあどうすればいい？はい、そうですね。まずはあなたが先ほど青い靴から映像を読み取った事情についてもう少し知りたいです。あなたが青い靴に触った時、脳の異常な活動を観測しました。触るという行為に何か意味があるのかもしれません。例えばそうですね、あの電柱を触ってみたら何か起きたりしませんか？はい。では早速言われた通り青い電柱じゃねえや、電柱触ってみます。例えばこの電柱に触ったら何か起きるかもしれません。うん、はい、起こりました。これはあなたとカラスでしょうか？195は理解しました。どうやらあなたはいわゆるサイコメトラーなのでしょう。はい、サイコメトラーという能力ですね。記憶を読み取る、はい、触ったものの記憶を読み取る能力を持つ人のことです。にわかには信じられませんが、とにかく電柱の記憶によればハルさんはカラスに鍵を取られた。はい、だからカラスに鍵を取られたという話ですね。カラスはまだ近くにいるかもしれません。鍵を取り返しましょう。取り返すってどう探すの？物が覚えている記憶、つまりそれは過去に起きた出来事です。もしそれが本当ならあなたは過去に起きた出来事を見れるわけですよね。そういうことなのかな。カラスの行方を覚えているものに触ればカラスの居場所を特定できるかもしれませんね。この付近にあるいろいろなものに触ってみましょう。はい、では電柱の記憶を手に入れてカラスを探しましょうと。で、例えばこの木に触ったら、はい、いますね、カラスが。この木が持つ記憶の映像ですね。カラスが映っていますが、これではどっちに飛んでいったかわからないですね。別のものの記憶を探してみましょうか。はい、多分右にあるんだなぁと。じゃあこの電柱触ってみよう。冷たくて硬い。何も起こらない。この電柱を触っても記憶を読み取れませんか？どうやら記憶を読み取れるものと読み取れないものがあるようですね。はい。これは？これも何も起きないですね。はい。で、じゃあこの195の信号地帯に触ってみましょう。はい。明白ですね。これは195の記憶ですね。195が直近で印象に残っていること、あなたがここで倒れた時の映像ということですね。あの時カラスいました。じとめすみません。はい、ということでお前は全部覚えてたっていう見てたんかいっていう。はい、だんだん物の記憶を読み取れる時の脳波の特徴が分かってきました。今後は記憶を読み取れないものは選択肢に触るを表示しないようにしますね。助かります。さて、カラスはあちらの方へ向かったようです。行ってみましょう。少々お待ちください。今ガイドを呼び出しております。長えんだよ。出ました、その矢印。無理に出さなくてもいいよ。では緊急時だけ出しますね。しょぼん。はい、おほ、どうしたの？いえ、なんでもありません。さて、カラスはこちらの方に来たはずですよね。今更ですが、そもそもカバンに鍵が入っていたりしませんかね。カバン見てみる。はい、 R でカバンを開くと。で、当然、まあ、キーホルダーないっすよね。で、キーホルダーってさ、キーキーのホルダーってことはやっぱ鍵のねホルダーってことなんでしょうね。なんかフィギュアとかじゃなくてさ、はい、その話いいんやけど。で青い本を見つけたんで、これは何だ何ですかと。青い本だね。カバンに最初から入ってたみたいだけど。本って何でしょう。え、知らないの？ええ、信号機は案内に必要のない知識は持っておりません。字がたくさん書いてある紙の集まりかな。ふむふむ、人間が使用しているメディア媒体ということですね。その本には何が書いてあるんですか？あれ、字読めない。どうやら脳の機能が弱っていて、今は字が読めないようですね。この本はあなたの身元を確認する手がかりになりそうです。今はまず鍵を取り返すことに専念しましょうかと。はい。まあ記憶、まあ脳の能力が今ちょっと落ちてるんで、まあ、字が読めないっていうことになっていると。あれは何かキラキラしたものがありますね。手が届きそうにない。衝撃を与えば落ちそうなんです。あー違う。金網を揺すると落ちてきた。なんだこれは。はい、赤いビー玉。これはビー玉かな。ビー玉、キラキラしてるガラスの玉だよ。なるほど、何かに役立つかもしれませんし、持っておきましょうか。あ、手に入れたアイテムはカバンから取り出しておくと、物や相手に対して使うことができるはずです。アイテムを取り出しているだけで何かが起きることもあります。このビー玉は取り出しておくと良いかもしれませんね。はい、では言われた通りビー玉取り出しましょうね。まあ大体予想できるんですけど、まあ、キラキラしたビー玉なんで当然カラスも欲しがるはずなんですよね。はい、これ一応コンプリートのためにやっといた方がいいんかな。まあいいや。ではお話しましょう。怒ってるのかな。カラスが何か言っていますね。今翻訳しますね。謎機能あるんだよ謎機能なんだよなこれ。すげえな。お前誰？僕キラキラ大好き。これ僕の。触るな。あっち行け。あちゃー。鍵返してくれなさそうですね。何か策があればいいんですが。はい、でここで赤いビー玉を使います。お前のキラキラしてるの何？それ僕の。返して。それくれたらこれもういらない。赤いビー玉を使った。どこかの鍵。やりましたね。鍵です。でもこれ何に使う鍵かな。あなたの物の記憶を読み取る能力で鍵の使い道を探してみましょうか。はい、下の階に誰かいますよ。先生だ。はい、下の階に先生がいますね。あだったあだったあったで、まあちょっとしばらくはねサクサクプレイなんですよ。もう分かってるんで。でやっぱり初見の方がね心情的にやりやすいんで、あんまり分かってると感動が薄いからさ、やりたくないんだけど。はい、ではですね、はい、ではここの鍵を一回一曲だけ見ていこうか。何もないんだけど。ああ、やっぱこれアーカイブっぽいからちゃんと全部見てこう。全部見てきますね一応。んで、あ、近く行くと一応光るわけね。それはちょっと俺知らんだわはい、では行きますか。はい、鍵使いましたと。はい、どこでもドアって言った俺。はい、開きましたね。大そうだね。あ、すみません、つい普通の信号機はドアを開けられませんからね。確かに開けられたら終わりだね。すみません、あなたの案内に集中しますね。案内つうかお前も一緒に探してる感じだけど。195、どうしました？呼び方ハルでいい？はっ、わかりました。ハルさん、行きましょう。じゃん、かわいい。あら、惜しかったじゃない。ねえハル、私を置いていくの？はい、まあ、ほのぼのとした雰囲気かなと思ったら、結構ショッキングなんですよね、このゲーム。ではご覧ください。ねえハル、あなたは私を近寄らないで。うわ、マジ2回目でも俺鳥肌立つわ、ここ。そしてこのシーンである。これはちょっとバトルっぽいよね。先生、なんで？待って、お願い、私を許して。先生、悪い子でごめんなさい。先生、さようなら。